でキスツリーのセット仕掛けです。まあ、基本的に全部エギングロッドで、使えるように、今はこう仕掛け自体が短くなっています。このように全長65センチというように、まあ、2メーター前後の竿でも、全然扱えるようになっています。でもこういうのはこう同じハヤブサなんですけど針の種類が、違います。これは流線針っていう、こういう針になっています。でこれは早掛けタイプですね。針の形がちょっと違います。まあ、小さいキスするときだったらこういう針の方がいいです。大きいキスをしっかりかけたいときはこの流線針の方が使いやすいです。で、まあ、これと、これの違いですけど、まあ、基本的には、まあ、重りの色がちょっと違うだけです。あとはもう大体似たようなものです。でこちらササメっていうメーカーの、シンプルな、片天秤ですね。これはもう仕掛けが固定仕掛けになりますので、砂浜からの引きずりですね、引っ張ってくるような釣りに、向いています。でこちらがオーナーですね。これも一緒ですね。そうですけど、まあ、ちょっとここに、まあ、ハリスガード、このようなガードが、ついています。まあ、こういうのは、まあ、フグからちょっと守ったりとか、する目的があります。これは同じようなササメですね。まあ、ちょっと、まあ、値段はちょっと高くはなりますが、ハワイ染めが、ついてますので、まあ、これさえ持っていけば、釣りができます。まあ、誤解とか触りたくないような方はこういう人工磯目、こういうので、釣ります。でこれは胴付き仕掛けになりますので、重りが、先についていますので、まあ、そのまま飛ばしても天秤じゃなくても、絡みにくいような、作りになっています。